マルコ・パローロは、イタリアがルッダラーテ出身のサッカー選手。セリエ A ・ SS ラツィを所属。イタリア代表。ポジションはミッドフィルダー。セリエ C1 のカルチョコモでキャリアをスタート。デビュー年からレギュラーとして活躍したが、チームが財政破綻で、セリエ D 降格することが決定したため、翌シーズン AC ・キエボベローナとの共同保有で、 セリエ C1 の US ピストイエゼ1921へ移籍。ここでもレギュラーとしてプレーしていたが、2007年6月にキエーボが保有権すべて買い取ったため退団。2008年7月4日、キエーボの同都市のライバルエラスベローナ FC へ共同保有で移籍。1シーズンプレーした後、ホリーニョ・カルチョ時代の監督ピエル・パオロ・ビゾーリの誘いで、 セリエ B の AC チェゼーナへ移籍。同シーズンで昇格に貢献。翌、シーズンセリエ A 発挑戦ながら、レギュラーとして活躍した。この出職の活躍からチェゼーナは、キエーボから、残り50%の保有権をすべて買い取り2015年まで、契約を延長した。パルマ FC での2年間を経て、2014年7月2日に、SS ラツヨへの移籍が決定。 加入1年目の2014から15シーズンには MF ながらも10得点を挙げる活躍を見せ、自身初となる2桁得点を達成した。2017年2月後、ペスカーラ戦では4ゴールを決めた。世代別代表の招集経験はなかったが、2011年3月29日のウクライナ戦でイタリア代表デビューを果たした。2014年ワールドカップのメンバーに選出され、 イングランド戦で途中出場を果たした2016年ユーロのメンバーにも選出されたありがとうございます。